少し上空怪しくなっておりますが、こちらパークウィンズ中山競馬場です。風の強い一日でしたけれども、中央競馬、あと最終レース各地3つ残しております。これからご案内してまいりましょう。解説は日刊競馬飯田正美さんにお願いしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと風の強いのが難点でしたけれどもね。そうですね、馬場はね、なんとか持ちこたえたかなというような感じでしたね。そうでしたね、はい。早速それでは、最終レースは新潟競馬場になりますが、こちら白馬岳特別ダートの1800m です。今スターター上がりました。15頭で行われます。新潟、芝の方は結構追い込みが決まっていましたけれども、ダートはどうでしょうね。そうですね、やはり普通のダートだと思います。少し、ね、はい、湿り気がある分ね、時計は少し早めになってますけど、はい、ここも1分52秒か3秒か、ごく普通の時計になると思います。そうですか。新潟競馬場ダートコースは尾本発表に1レースからなっておりました。少し湿っております。15頭白馬岳特別1800m のダートで行われますが、メイクアダッシュが今収まりました。スタートしました。まずスタンド前1コーナーへ向かいます。広がっていますが、モエレ純金、ゴールデンルーベ、さらには内からティアモブリーオ、そしてジェネラルノブレス、ダンサーズブロンド、外には山の辺が広がっています。あとは11番のスタッドジェルランが追走して、内はマルターズカイトです。さらにはホルカマズルカ、あとは7番エリモアラルマなど、各馬第1コーナーをカーブしていきます。先手を取ったのはティアモブリーオです。リードが半馬身、2番手に9番のゴールデンルーベ、2コーナーをカーブします。あとは10番のジェネラルノブレス、外にダンサーズブロンド、今2コーナーから向こう上面へ、そして2馬身差、内に6番のモエレ純金です。外は山のベガ、あと2馬身差、11番のスタッドジェルランが追走しています。中段グループです。さらにはエリモアラルマ、マルターズカイト、そして1番のマイネルパルティア追走しまして、ホルカマズルカ、外にはメイクアダッシュ、後方から3番手には2番のトーショーロジックです。内からは13番のハリマの渡り鳥、2馬身差、最後方に8番のシルクエステート。これから3コーナーです。前2頭抜けました。内3番のティアモブリーオ、そして外に9番のゴールデンルーベ、3、4コーナー中間に向かいます。そして1番審査ジェネラルノブレス上がっていきました。今3番手、さらにはダンサーズブロンド、内は14番の山野ベガです。そして外を回ってはスタッドジェルラン、第4コーナーをカーブ、400通過、今直線コースに向かいます。先頭は9番のゴールデンルーベ、ゴールデンルーベ内頑張っている3番ティアモブリーオの体勢、内からは6番のモエレ純金突っ込んできた。あとは外から懸命に11番のスタッドジェルラン差を詰めてくる。 200m を通過した。さあ先頭は9番のゴールデンルーベ、ゴールデンルーベ外から11番のスタッドジェルラン、内をついている6番のモエレ純金3番手、追い込んできたのはハリマの渡り鳥。先頭変わった、11番のスタッドジェルランだ、ゴールイン。スタッドジェルラン、2番手9番ゴールデンルーベ。最後は中段に構えておりました11番のスタッドジェルラン、これが、抜け出した9番のゴールデンルーベを抑えております。直線変わりましたけれども、1000万ならやはりこの馬は力上という感じでしょうかね。そうですね、20キロ走だったんですけどね、やはり重賞で好走したこともある実力馬ですからね。そうですね、時計51秒な、はい、それほどペース速くなかったと思うんですけどね、ゴーデンルーベがうまく抜け出たんですけどね、それを外からスタッドジェルランが力でねじ伏せた、そういうレースだったと思います。そうですね、ゴール番ご覧いただいておりますが、11番のスタッドジェルラン、そして9番のゴールデンルーベ、3着には、外から13番ですね、ハリマの渡り鳥、これが末を伸ばしてまいりました。このコースの3歳児レパードステークスで3着に入っていましたスタッドジェルランです。さすがに力が上というところでしたけれども、手元に参りました予想配当なんですが、馬単は11番9番になりますが 100.8 倍、三連単は11番9番13番で 2533.6 倍、高配当となりました。新潟の最終12レースの白馬岳特別をご覧いただきました。確定待ちです。さて馬場状態ですけれども、ご覧いただきましょう。東京は曇りで寥々、そして京都が両方とも曇りでやや重ですね。
新潟は今ご覧いただいたダート主ですが、芝は野用もで行われておりました。さて残るレースは東京と京都の最終レース2クラです。最終決断、飯田正美さんにそれぞれ伺ってまいりましょう。まず東京の方からお願いしましょうか。はい、そうですね、菅野メダリスト、まあ、このクラスのね、最近ダート専用ばっかり集中して使うようになりましたよね、まあ、2着3着3着2着、まあ、かなり強いメンバー相手にね、好勝負してますしね、以前はね、準オープンでダート専用ですとね、2着もありますしね、はあ、このクラスではね、はっきりの格上だと見ていいと思います。 それとね、前走もゴール前少し手前が変わってませんでしたからね、これは左回りに変わってさらに上積みがあると、それを見込めると思います。そうですね、少しね、最後甘いところありますんで、馬単あるいは3連単というよりも回れんでというような感じの狙いがいいかなという気がしています。わかりました。東京最終レース11番の菅野メダリスト、この馬を注目ということです。さて、京都の方ですけれどもね、伊吹賞ダート1800m、これはどうでしょうかね。はい、こちらはね、もう前年そうですけどね、ダート1008、同じコースで勝ってますけどね、これが1分53秒4、翌日ですね、キラウェアが勝ちましたコバ1000万が1分54秒1、こちらはね、目いっぱいキラウェアがで、マークした時計をね、馬なりに近い感じでマークしてますのでね、楽々上回った。これはね、ダート戦で外枠は少し若干不利なところはありますけど、まあそれでもね、それを差し引いても、はい、中心に期待できると思います。そうです。はい、京都は16番のグレープブランデー、ダートの方がベターということでこの馬です。それぞれ注目したいと思います。さて、東京競馬場の最終レース枠順をご覧いただきましょう。ダートの 1400m で行われますが、ここは1000万条件、ご覧の16頭でした。ご覧の顔ぶれです。菅野メダリスト注目ということですけれども、あと県内どうなる。そうですね、相手はね、くしくも4枠に2頭が同居したんですけど、はあ、まあ、8番のジャズピアノ、 あとワーズワースですね、今見ますとワーズワースが一番人気ですかね。まあ、ジャズピアノ、この2戦奔走してますけどね、これダート専用2戦ね、1分25秒0ともに同じ時計なんですけど、ともにね、非常に強いね、内容でした。ここもね、パドキーも出てますけどね、パドキー回してもね、もう確実に状態は戻ってるという感じしますんで、これは強力な、相手になるかと思います。そうですか。ワーズワース、まあ、休み明けですけど、もう仕上がり非常にいいですしね、このまま休む前の1000万ダート1400が2着、やはりね、実力的にこの2頭が相手になるかと思います。ワーズワースの方ですが、まあ、3ヶ月空きましたか。確かその休前の競馬がサスレースができてましたね。はい、そうですね、客室ね、逃げたこともありますけどね、サス競馬もできますしね、そういう意味では専用ならね、はい、かなり自在のレースができると思います。そうですか。あと復編もドンビーザツヤですか。これが前年と同じこのコースで1分25秒3、500万条件でしたけどね、はい、一頭外とか違う足色で伸びてきましたから、ね、少し前半のペースが速くなりますとね、この村谷の台頭というのはあるかと思います。そうですか。あとエーシアマデウスが、これが初勝利が確かダート専用このコースだったと思うんですけどね、その時計が25秒3、こちらも上々ですしね、ここらで 1000m 勝ちましたけど、はい、むしろこれくらいの距離が合ってますんでね、はい、このまも侮れないと思います。そうです。あと名前だけ挙げますとね、ガルビスティ、あるいはシルクホルシオン、まあ、菅野メダリストからですからね、それほどでは広げられないんですけど、クエも多いというレースだと思います。そうですか。はい、レースぶり安定してきました。11番菅野メダリスト注目の飯田さんですが、副兵もかなりいそうだということです。さて、人気を見てみましょう。ご覧のように菅野メダリスト1番人気は 3.7 倍です。ワーズワース 4.1 倍、ジャズピアノ 4.4 倍、もう一頭、6番の、ドンビーザツーウェイですが、これが 4.5 倍、10倍以下がこの4頭おりますね。はい、という最終レースの人気をご覧いただきました。さて、スターターが上がります。今日は東京競馬場も強風でした。オークスに向けてのストリートピーステークスがメインで行われておりましたけれども、最終レースダートの 1400m はちょうど向こう上面です。今日から5月なんですが、ちょっと風が強く冷たいなという、
感じがいたしました。馬場は東京競馬場は芝ダート両馬場の絶好のコンディションで行われております。さて枠入りですが、16番の当選マンボが一番最後でこれからゲートに引かれていきます。今収まりました。では東京の最終レースをご覧いただきましょう。スタートしました。スイングエンジンが好スタート。おっと11番菅野メダリストジョッキーがスタート直後落馬しています。菅野メダリストジョッキー落馬。さあ外からシーガルプリンセスが出ていって、内からプロスペラスマム、この2頭が飛び出していって、3番手にスイングエンジンが控えました。先端はばらけています。その後にジャズピアノワーズワース、内からはシルクファルシオン、外から当選マンボが続いていって、広野教習エーシンガバレウス、あとは4番のオッキオリガットが中段で後ろを進んで3コーナーカーブ 1000m 切りました。その後ろから差を詰めていこうというのがエンシャントアーツ、あるいは外から秋のフライ、かなり縦長です。3馬身後方に外からドンビザッツウェイ、あとは離れましてガルビシティ、エイワナギの体勢で 3,4 コーナー中間から4コーナーに向かって依然並んでいます。外にシーガルプリンセス、内2番のプロスペラスマム、この2頭が4馬身と引き離して残り600切りました。スイングエンジン、ワーズワース、ジャズピアノ、外の当選マンボ、3番手は横に4頭広がって直線コースに向かいました。その直後内をついてシルクファルシオン、残り400を切って、追い込み勢は黄色い帽子、外からエーシンアマデウスがこれから追い込みに入りますが、プロスペラスマムが粘っている1馬身半のリード、2番手には内から差を詰めてきたスイングエンジン、あるいは外からはワーズワースジャズピアノ、ワーズワースジャズピアノ、スイングエンジンが先頭のプロスペラスマムに迫ってくる。後方からは外に持ち出して3番のシルクファルシオンが追い上げてくるが、これは及ばず、粘るプロスペラスマム、外からはジャズピアノ、間からスイングエンジン並んでゴール。最後は3頭でした。その後追い上げたのはシルクファルシオンだけ。捉えたか。さあちょっと波乱になりましたけれども、菅野メダリストの落馬、飯田さん、これ痛かったですね。そうですね、もうスタート直後ですからね、一番がっかりするパターンですよね。そうですよね。ちょっと買われた方は、さあ直線の競り合いなんですけれども、そうですね、あのジャズピアノ、あのきっちり差し切ったと思うんですけどね、途中直線の半ばまではワーズワースと2頭並んで、届くかなというような感じだったんですけどね、ワーズワースが脱落する感じで、ジャズピアノ1頭きっちり差し切って、プロスペラスマムね、マイペースで逃げて粘ってたんですけどね、最後の最後スイングエンジン、これが、しぶとく2着、これ、スタートは半端しくない1頭抜け出たスタートでしたよね、スイングエンジン。それを3番手に控えて、そこからゴール前に、再び伸びてきたというね、ちょっと結構味の競馬をしてますよね。サクラローレル3区ですからね、必ずしもこの1400の距離が、ね、いいとは思わないんですけど、今日は見どころ十分のレースだったと思います。そうですね、2着3着がちょっと伏兵になりましたね。はい、3番人気でしてジャズピアノが勝ったんですが、2着が13番スイングエンジン、その後2番のプロスペラスマムという体制でした。さて手元に参りました予想図ですが、馬単は8番13番 121.7 倍です。それから3連単は8番13番2番 2951.0 倍、大波乱となりました東京の最終レース、ご覧いただきました。2着3着は一応写真判定を行いますので、確定のご案内までお待ちいただきたいと思います。さて、新潟の最終レースが確定いたしました。1着11番のスタッドジェルダン、2着には9番のゴールデンルーベ、3着は13番ハリマの渡り鳥、ということでした。単勝は580円、馬連は9番11番6170円、馬単は11番9番1万飛んで80円、3連単は11番9番13番25万3360円と、新潟の最終レースでした。さて、あと残る競馬は京都の最終レースということになります。枠順をご覧いただきましょう。被災地支援競争伊吹賞です。ダートの 1800m、 3歳のオープンです。ご覧の顔ぶれとなっておりました。飯田さんはグレープブランデですね、確かにダートベターですよね、この馬。そうですね、前走が、ね、初めての芝で、スミネステークスですから、2着、ダートもね、高額条件になりますとね、芝でも走れるようなね、
全体レベルの高い馬がね活躍する様子が多いと思うんですけど、そういう意味ではこれ初芝でね2着と好走したグレープブランデ、そういう意味でもね注目できる馬だと思います、はい、もちろんダート1008は4戦して2勝2着2回ですよね、まあ、非常にうまいんですけどね全然その時計ももちろん優秀だったということで、はい、まあ外枠の不良を差し引いても、中心馬として期待できると思ってます。そうですか、はい、あとですけれどもね、あとそうですねコンポディエントというのがね新馬戦大楽勝時計はかかったんですけど、はあはあ、大楽勝その後のね東京ダート戦6これは非常に優秀な内容で勝って連勝してるんですよ、はい、まあ前走は、まあ、芝ということもありますけどね体が減ったこともある、その点ね今回10キロ体を戻してますから、ねはい、これは強敵になると思います。そうまたね1枠と16番枠すごく差がありますんでね、うまくコンポディエントが流れに乗れるようですね、はい、やってもらうかと思います。そうですか、はい、あとシルクシュナイダーこれは前走ヒアシンスステークス、ヒアシンスステークスと言いますと、大体ダート向きの差し馬が出てくるレースなんですが、ねはいまあ、この時もそうだったんですけど、まあ、スローペース61秒5という、ね、戦通過、それを追い込んで出遅れながら追い込んで2着という、ね、非常に味な競馬をしてますんで、はい、これは距離伸びても全く心配ありませんから、ね、この相手の2番手くらいになるかと思います。あ、そうですか、はい、はい、あとそうですね、あとサウンドボルケーノがこれが前走1400勝ってるんですけどね、まあ血統を見ましてもねちょっと1008はどうかというところありますけど基本的にスピードありますんで、はい、少し注意しておく必要があると思います。そうですか、はい、京都の最終レース伊吹賞ですが16番のグレープブランデーをめぐるという見解で、お話を飯田さんに伺いました。それではここで一旦お知らせをご覧いただきましょう。さて東京の最終レースが確定いたしました。ご覧いただきましょう。1着8番ジャズピアノ、2着13番スイングエンジン、3着は2番のプロスペラスマム、ご覧の通りです。配当ですが単勝は440円です。馬連は8番13番9130円でした。馬単は8番13番12170円です。そして三連単は8番13番2番で29万5100円という高配当でした。東京最終レースの結果でした。それでは天皇賞ここで振り返りたいと思います。ご覧の顔ぶれで1番人気ですがトゥザグローリー、2番人気がローズキングダム4番ですね、3番人気は15番でエイシンフラッシュでした。それではレースをご覧いただきます。スタートしました。ナムラクレセントがダッシュつきません。先手を取るのはわずかにゲシュタルト、そしてビートブラック、内から顔を覗かせます。間からペルーサが今3番手につけました。ペルーサ前に行きます。そしてヒルノダムール4番手、トゥザグローリーややかかり気味か4番手の外並んでいます。その後ローズキングダム、コスモヘレノス、ナムラクレセントは後方から今中段まで上がっています。そして並んでいますマイネルキッズ、3コーナーをカーブしていきます。坂をゆったりと下っていきます。エイシンフラッシュ中段の外目、そして並んだジェントゥーがその間、マカリビスティがそのうち続いて、その後ジャミールが行きます。オーケンブルースリー、そしてコスモメドウが後方から4投目、当選クラウン東海トリック、最後方が17番のフォゲッタブルです。さあこれからスタンド前へと向かっていきます。ゲシュタルトが単独先頭になってリードを広げてホームストレッチに入ってきました。リードを3馬身ぐらい取って先手を取ったゲシュタルト、かなりゆったりした流れになりました。ペースが落ち着いています。コスモヘレノスがたまりかねてゲシュタルトに並びかけて花を奪いました。さあ今度はコスモヘレノスが先頭、リードを広げて2馬身3馬身4馬身と取っていきます。中谷裕太、コスモヘレノス、2番手ゲシュタルト、そしてトゥザグローリーが今2番手に並びかけていきました。外から上がっていくのはコスモメドウ、マイネルキッズ、そしてペルーサ、内は1番ビートブラック後位で、その後ローズキングダム、ヒルノダム、レーシンフラッシュ中段、ナムラクレセント、ジェントゥ、ジャミール続いてマカネビスティ、オーケンブルースリー、当選クラウン東海トリック、フォゲッタブル最高峰です。さあ1コーナーをカーブしたところで今度はまた先頭を入れ替わってトゥザグローリーが先頭に立ちます。トゥザグローリーが先頭に立ちまして、さあコスモヘレノスはその様子を見て2番手で抑えました。
トゥザグローリー先頭で2コーナーカーブ、さあかなりゆったりした流れとなって向こう上面、さあレースは2周目と入っていきます。コスモヘレノス、マイネルキッズ、おっと動いていった、ナムラクレセント、和田龍二、ナムラクレセントが一気に動いて、さあ4度目の先頭交代、向こう上面中ほどです。ナムラクレセント先頭、トゥザグローリー、マイネルキッズ並んで、ローズキングダムがその外、さあ目まぐるしく順位は変わります。コスモヘレノス、そしてペルーサ続いていきました。内からヒルノダムール、内ラス沿いを押し上げていきまして、あとビートブラック、ゲシュタルトは中断となりました。最後方にいたフォゲッタブルが今中断の外、エイシンフラッシュその後ろで、さあ坂を上がって外回り3コーナーカーブ、マカニビシティが続いていきまして、ジャミール、そしてジェントゥー、後方からコスモメドウ、後方に下がりました、オーケンブルースリー、そして当選クラウン、東海トリックわずかに最後方。さあ坂を下っていきます。4コーナーカーブに向かってナムラクレセント先頭、マイネルキッズが2番手、3番手ローズキングダム、間からコスモヘレノス、そしてトゥザグローリーは5番手の位置で追っつけながら、さあこの前の争いについていきます。ヒルノダムール、ペルーサが並んで押し上げていきまして、4コーナーから最後の直線コース、ナムラクレセント先頭だ、マイネルキッズが2番手の位置、そして3番手はどうか、トゥザグローリーが3番手、ヒルノダムールが間から追ってくる、大外からはエイシンフラッシュ、外からエイシンフラッシュが追ってきた、さあナムラクレセント残り 200m、エイシンフラッシュ、ヒルノダムール、エイシンフラッシュ、ヒルノダムール、並んで追い込んでくる、ナムラクレセントは3番手、ヒルノダムールだ、ヒルノダムール、ヒルノダムールゴールイン、エイシンフラッシュ2着、ナムラクレセント3着、左手を高々上げて藤田真嗣、ヒルノダムールが制しました。大阪杯をレコード勝ち、そして波に乗ったヒルノダムールが制しました。ご覧のように前走レコード勝ちの大阪杯を勝っていたヒルノダムール、ご覧のように後位から抜け出す競馬で春の天皇賞をものにいたしました。藤田真嗣騎手、春の天皇賞15回目の騎乗で初制覇となります。では飯田雅美さんにレースを振り返っていただきますが、終始ヒルノダムールは 4,5 番手のうちでしたかね。そうですね、うちですね、うちに足を溜めてました、はい。まあ、特に今回ね、最初の線が64秒に、中盤がね緩むのはいつもなんで、今回も64秒5なんですけども、やはり前半のこの64秒にというね、この超スローペースでね、ペースを食わされた馬がね、たくさんいましたよね。まあ、一番がツダグローリ ー、これがスタート直後からね、もうスタンド前まで引っかかり加減で、もう仕方なしにね、もう 2コーナーもう先頭に立ったようにね、競馬 やりましたよね。そうでした、ね。まあ、そこで動いたのがまず失敗、折り合いを欠いたということですよね。はい、それからもう一つ の、ね、ポイントはナムラクレセントの出遅れですよね。これが少し出遅れて、まあ、中段早めつけたんですけど、これはツダグローリーが先頭に立った直後にもう一気にかわして、先頭に立ちましたよね。はい、これはこの前にとっては、ね、やはりすごく不利だったと思います。ということでね、ヒルノダムール動かなかった、ヒルノダムールとエイシンフラッシュがきっちりスローペースを出発力で最後を締めたと、そういうレースになったと思います。そうですか、我慢の効いた馬が1着2着ですね。はい、そう思います。なるほど、はい、天皇賞、春、振り返りました。さて、その京都競馬場残る最終レース、これからスタート時間になりますが、人気をご覧いただいております。16番のグレープブランデーですが 2.6 倍、2番のスマートシルシファーですね、スマートルシファー、これが2番人気で続いておりました。さあ、これから枠に結核馬が向かいます。この競馬被災地支援競争、 G1 の日の最終レースは被災地支援のためのレースに選定しておりますが、名前がこのレースは伊吹賞です。ダート 1800m、 京都競馬場スタンド前からのスタートになります。偶数番の各馬が動き出しました。ダートの 1800m 続々と入りまして、一人気のグレープブランデーですが、ゲートの後ろで今最後でこれから向かいます。一番人気です。鞍上は横山紀弘騎手。さあ、枠入り終わりました。伊吹賞です。スタートしました。まず間から2番スマートルシファー、コーダッシュから花を奪いに行きます。シゲル総裁、カフェフィミコ、サウンドボルケーノ、ムチが入って名村大吉、外からグレープブランデーもこの先団に取り付いていきました。
金正コンコルド、続いて間からはボレアスです。内から1番のコルポディベントも後位の一角、内からスルスル上がっていきました。1コーナーをカーブして単独先頭をスマートルシファーです。リードを1馬身取りました。2番手7番サウンドボルケーノ、3番手に外グレープブランデー、内は1番コルポディベント、カフェヒミコ5番手で、その外から並んでいきました茂総裁です。名村大吉が追走して向こう上面に入って、ボレアス、金正コンコルド、2馬身差、シルクシュライダーが中段、これに並んだゴールデンアタック、外からは14番の宮地メーテルです。あと2馬身差ができまして、東証クラウンとスマートリブレが続いていきまして、外からは10番のデスペラード、あとは1頭離れました、5、6馬身離れて8番のジャンナが最後方です。3コーナーカーブに入るところで単独先頭2番スマートルシファー変わりませんが、差を詰めてサウンドボルケーノ、並んで3コーナーカーブ、その差は首ぐらい、そして頭と縮まっていきました。さらにこの2頭に並んだグレープブランデー、3頭広がって残り 600m、 内からコルポディベント4番手、並んだ茂総裁、間からカフェヒミコ、外金正コンコルド、スーッと上がっていきました。その後位の後ろにボレアス、さらには外を押し上げたゴールデンアタックで、今度はサウンドボルケーノに先頭変わるか、直線コースに向きました。並んだグレープブランデー、そして外から茂総裁が並びかけていく、間を狙ってカフェヒミコ、そして追い込んでくるボレアスとシルクシュナイダー、内を狙ったコルポディベント、さあグレープブランデーが抜け出していく、グレープブランデー、サウンドボルケーノ、最内からはコルポディベント、外からボレアス、外からボレアス、茂総裁、追い込んでくるシルクシュナイダー、先頭はグレープブランデーに、外からボレアスが並びかけるが、グレープブランデーゴールイン、グレープブランデー押し切りました。グレープブランデー、そしてボレアスが差を詰めましたが2着、ここはもう飯田さんも押していらっしゃいました16番のグレープブランデーです。楽勝と申し上げていいと思うんですけれども、そうですね、外枠だったんですけどね、早めに後位に、ね、取り付けましたんで、コーナーでの、ね、あのコースロスというのを、ね、あの最小限抑えることができました。あとは先行馬をさばいて、これ、はい、力でさばいてますからね、結局2着3着が後ろから来た馬ってなりましたよね。そうでしたね。やはり強い毛馬をしますとね、よくこういう形になるんですけど、ね、まあ、ボレアス自体いい決め手を持っている馬ですし、まあ、シルクシュナイダーもそうですけど、この2頭はね、やはりグレープブランデーが強い毛馬をしたおかげで、持ち味を出し切れたと、そういう2着3着だと思います。なるほどね、はい。グレープブランデーが、期待に応えました。2着にはボレアスの追い込み、3着も追い込んできた4番のシルクシュナイダーではないかと思います。さて手元の予想オッズですけれども、馬単は16番12番 14.7 倍です。3連単は16番12番4番で 69.5 倍、というところで、比較的京都の最終レースは、順当に近い形で収まったと言えると思います。各馬がこれから引き上げてまいりますが、京都競馬場最終レースの被災地支援競争伊吹賞が終わりまして、1番人気の横山紀弘騎手騎乗、グレープブランデーが勝利をつかんで、この馬はこれで3勝目の勝ち鞍ということになります。さあ16番12番4番で現在点滅しておりますけれども、確定待ちです。さてここでちょっとプレゼントのご案内なんですけれども、飯田さんがお書きになりました本です。ちょっとご紹介しましょう。黄金競馬黄金メソッド6です。競馬黄金メソッド6、ちょっと飯田さん本の内容ですね、はい、項目を、ね、6項目に分けましてね、はい、分かりやすく説明しました、うん、初心者から、ね、プロまでどなたにも面白く読んでいただけると思います、はい、またね、カラーオールカラーでね、少し贅沢に作ってありますんでね、そうですか、見てても楽しく見れると思います、図解入りでね、分かりやすくなっております、はい、そうですか。6項目とおっしゃいましたけれども、いろんなまた6つに、はい、そうですね、メソッド6、はい、選択、馬券、理論、戦術、活用、攻略というふうに6項目に分けております。そうですか。これはちょっと皆さんね、ぜひとも読んでいただきたいと思いますが、飯田雅美さんの、競馬黄金メソッド6、これをご覧の皆さんに5名の方にプレゼントいたします。5名の方です。書いてありますが、応募要領、住所、氏名、年齢を明記されまして、郵便番号 260-0001、千葉テレ中央競馬中継プレゼント係、千葉テレ中央競馬プレゼント係でございます。
締め切りは5月9日月曜日、当日決心は有効です。どうぞどしどしご応募いただきたいと思います。競馬黄金メソッド6、飯田さんの書かれました本のプレゼントのご案内でした。さてそれではここでトータル成績に参りたいと思いますが、東京からまず参りましょう。東京は両馬場両棒でした。第1レース3歳未勝利戦、3番人気8戦目サクラメアリ、西村太一騎手で勝ちました。2レースです。ここは1番人気のカンタベリーダダ逃げ切りました。4戦目三浦康生騎手の手綱です。3レースは3番人気、ここは4番のレッドストラーダ、直線抜け出して吉田豊騎手で勝ちました。4レースの障害のオープンですが、4番人気7ヶ月半ぶり、タイカーリアンが北沢新也騎手で勝っております。障害は4戦2勝となりました。それから第5レースですが、ここは2番人気ですが3ヶ月ぶりの10番コスモベント、追い込んで勝ちました戸崎啓太騎手です。6レースは3番人気3番の、パクサですが、一息入っていたんですが 4、5番手から抜け出して勝ちました。武士沢騎手の手綱でした。7レースです。ここは1番人気です。5番の西野バンクール、3、4番手から抜け出して勝っております。2勝目海老名正義騎手の手綱。8レースは1番人気10番のウエサンディオが直線抜け出して2勝目安藤克美騎手の手綱でした。そして9レースは府中ステークスでした。ここは直線まず4番手にいたミカエルビシティが牛から出てまいります。前でずっと間に懸命に粘っている。追い込んでくる外からはミッションモードが差を止めてきた。しかし先頭は抜けたレインフォーレスト、レインフォーレスト先頭ミカエルビシティ懸命に2番手で粘っている。間からアベンティーノ3番手に上がって2番手を追っている。レインフォーレスト先頭でゴール。2番のミカエルビシティ2着、7番がベンティーの最後3着に上がってきました。飯田さん、これはレインフォーレスト中段に確かいましたよね。そうですね、まあ、スローペースですからね、位置取りとすればね、必ずしもベストではなかったんですけど、でも力が違うという感じの差し切りでした。もともとね、このクラス東京コースで1008でしたけどね、差し切り勝ちしてますからね、コース適性非常に高いものがあったと思います。同じような意味でミカエル・ビシティ、このコースで3勝してますからね、やはりコース適性の差が明暗を分けたと言えると思います。そうですか、はい。さあそれでは東京の10レースに参りましょう。アハルテケステークス、ダートの1400メートルですが、1番人気は2番のインペリアルマーチでした。しかし先頭はカジノドライブ、カジノドライブ内食い下がっている東方オルビス、外からフライトアイザック再び差を詰めて3頭接戦、200を切った。3番手は離れる一方、フライトアイザックが抜けた1馬身のリード。2番手盛り返す東方オルビス、カジノドライブ2着接戦、先頭はフライトアイザックゴール。最後の最後に2着争いに何はともあれクボアロード。4番人気でした。ブライトアイザックが勝って6勝目。飯田さん、東京のダートこの馬4戦全勝ですね。今回で4戦全勝ということになりましたね。そうですね、ここはね、インペリアルマーチあるいはカジノドライブという注目馬がいたんですけど、インペリアルマーチは前半少し折り合いを変えてしまいました。カジノドライブもね、直線一貫先頭に立つ見せ場を作りましたけど、ちょっとまだ完勝一歩ということでね、これは次走が楽しみになったと思います。そうですか、はい。さあそれでは今日の東京のメインに参りましょう。11レースのスイートピーステークスです。距離が1800メートル、5番のシシリアンブリーズ1番人気、それから3番のアカンサス2番人気でした。それではレースをご覧いただきましょう。スタートしました。カフェローレル、そしてアカンサス後方になりました。コースタート、コーダッシュはピュアオファール切りました。2コーナーに向かっていきます。マイネクイーン、そしてメロークーミス、間からダッシュよくシシリアンブリーズ3番手の集団に加わって2番手を追っていきました。2番のスクランブルエッグが続いて向こう上面に出ていきます。アカンサス一気に追い上げて4番手の外まで上がっていきます。あとは後ろに大隅マイカ中段まで上がりました。あとはセイルアゲン、あと1番のモルフェメイトが東方の追走でこの集団固まっています。エスクルシーバ、外を回るアドマイヤーロング、後方から3番手、3馬身開いてプリンセスキラウが外、残り1200を切って遅れた7番のカフェローレル差がなく続いています。ほぼ一段の体勢で第3コーナーのカーブを回ってピュアオパール先頭、リードが1馬身半、
残り 1000m を今切りました。2番手にはマイネクイーンを抑える形になりました。3番手にシシリアンブリーズ、外からはメロークーミスが続いて4番手、5番手まで上がっている3番のアカンサス、 3,4 コーナー中間、あとはスクランブルエッグ、残り800を切って外に大隅マイカ待機しています。中段の外、あとは2馬身後方に内から追い上げるモルフェメイト、セイルアゲン、2馬身下がって後方からアドマイヤーロング、エスクルシーバ、後方2頭はプリンセスキナウ、残り600切って最後方依然としてカフェローレル、直線コースに向かって軽快に飛ばしているピュアオパール、1馬身から1馬身半のリード、ここから突き放そうとしている、残り400を切りました。マイネクイーン、そして外からシシリアンブリーズが3番手から前の2頭を追っている、そして間をついてメロークーミスも差のない体勢、坂を上り切った、追い込み勢は外からアカンサスが懸命に差を詰めている、200を切って横に4頭広がっているが、抜けてきたのはシシリアンブリーズ、外からアカンサスが迫る、この2頭になりそうだ、アカンサスかシシリアンブリーズか、アカンサス捉えた、アカンサス先頭でゴール、5番のシシリアンブリーズ2着、ここまでが出走権。ご覧のように1着2着アカンサスシリアンブリーズオークスの優先出走権獲得です。井田さん、はい、アカンサスさすがにこのコースはいいですね。はい、これまで3戦すべて上がりはメンバー中1位ということですけどね、まあ、その決め手をお風呂に行かせました、うん、まあ、ここはね、先頭が61秒6というスローペースで、うん、ちょっと折り合いに苦労する馬がいましたからね、まあ、その中ではこのアカンサス、うまく折られた方だと思います。そうです、まあ、オークス行ってどうかは分かりませんけどね、やはり決め手を行かせるレースではね、今後も注目だと思います、はい、シシリアンブリーズはね、最後までね、うん、踏ん張ったんですけど、前半少し折り合いを変えた分ですね、それで最後少し競り負けた形になりましたけど、内容悪くなかったと思います。そうですか。大隅マイカはマイナス12キロ、この馬体減がやはり伸びを変えた原因だと思います。そうですか、はい、東京メインのスイートピーステークス振り返りました。さて、京都は最終レースが確定いたしました。1着16番のグレープブランデー、2着は12番のボレアス、3着には4番のシルクシュナイダーでした。配当単勝は250円ですね。馬番連勝12番16番860円、馬単は16番12番で1470円、三連単は16番12番4番で6950円という配当でした。京都最終レースの結果でした。ではまた一旦お知らせをご覧いただきましょう。こちらパークウィンズ中山競馬場ですが、ご覧のようにどんより曇って強い風の中、すべての3場のレースは終わっております。それではレース結果は今度は新潟競馬場に参りましょう。第1レース3歳牝馬の未勝利戦でしたが、5番人気のホワイトアルバム逃げ切りました。10戦目北村雄一騎手、2レース3歳未勝利、2番人気のフェイスフルラバー5戦目中段から抜け出して川須春彦騎手で勝ちました。3レースは4番人気のハリケーンが大きく直線抜け出して2戦目で勝ちました北村雄一騎手、4レースは2番人気ダノンマックイーンですが後位から抜け出して上村騎手で勝っております。第5レースは1番人気の1番のオーパルス逃げ切りました5戦目高倉涼騎手、6レースは2番人気のロイヤルダリアが平野優騎手で勝利をつかんでおります。第7競争7番人気の15番の鈴鹿スパーク外から抜け出しておりますが上村博之騎手、8レースは3番人気のマストバイアイテムですが川島真嗣騎手で勝って2勝目です。そして9レースです。ここは7番人気のラジャポネーズが逃げ切りました2勝目勝浦正樹騎手、2着3着ご覧の通りです。それから10レースですが、これは直線 1000m のハヤブサ賞でした。大接戦の直線です。ブレスマイハート先頭か、八坂シャイに名刺を継がるアポロジェンに追い込んでくる、そして内ババの真ん中6番のヤマニンパピオネ 200m を通過した、八坂シャイニーが今度は先頭に変わった、名刺を継がる、そして追い込んでくる5番のシゲルシヒラシャインなど先頭は八坂シャイニー、名刺を継がる並んでくる、内ではヤマニンパピオネ、わずかに八坂シャイニーが広がった、内ゴール、ビューティーバラードも最後打ちをついて伸びてきています。大接戦で花々首というところだったんですが、5番人気でしたビューティーバラード2勝目を挙げております。
飯田さん、なかなか直線 1000m 昨日もそうでしたけど、ね、厳しい競馬ですね、はい、あの4頭横一線、ビューティーバラードね、この4頭の中では一番内にいたんですけどね、最終的にはコースのど真ん中を走るというような感じだったんですけど、はい、もうこれが開催進んでいきますとね、外の方から順番にというのがあるんですけど、まだ2周目ということでね、まだインコースが、この辺りはまだ大丈夫だなというような印象を受けました。そうですか、はい、はやぶさ賞直線 1000m ご覧いただきました。では続いて新潟のメインですが、今日は 1600m 外回りコースの谷川岳ステークスでした。1番人気は12番のリディルでした。レースをご覧いただきましょう。スタートしました。14番のヒットジャポットで遅れました。コースタートはティファニーケース出ました。リードは1馬身半、マイネルスケリツィが差を詰めて並んでいきます。前2頭、あとは2馬身差、内に1番ゼットフラッシュ、外リディルです。そして前から5頭目、3番オセアニアボス、3馬身下がってマイネルクラリティ縦長になりました。あとスズジュピター、そして競泳アシュラがいて、内は4番鈴鹿サンバ、3コーナーへ向かいます。ストロングガルーダ追走、あとは4馬身と下がりまして、スピリタス、スマートステージ、ヒットジャポット、第3コーナーをカーブします。あとは後方は13番大新プラン、そしてそのうちに8番ファリダットという体制で3、4コーナー中間を通過していきます。先頭はティファニーケース、リードが首ほど、今残り800を通過、マイネルスケリツィ並んでいきます。あとは3馬身下がってリディルが3番手、マイネルクラリティ、さらには内をついて1番のゼットフラッシュ、オセアニアボス、第4コーナーをカーブして直線コースに向かいました。今残り 600m 通過しました。先頭はティファニーケース、逃げている、マイネルスケリツィ並んでくる、あとはリディルが3番手、そして横に広がりまして追い込んでくるオセアニアボス、マイネルクラリティ、さらにはスズジュピターです。外からはストロングガルーダ、一番外からは7番のスピリタスの体勢で残り 300m ぐらいになりました。今度はリディルが先頭に変わった。リディル先頭だ。あとはマイネルクラディ頑張っている。さらにはオセアニアボス、そしてスズジュピター、そしてさらには14番ヒットジャポット追い込んでくる。先頭はリディル、リディル先頭、リードが2番シンガル、2番手は3と広がってきて、スズジュピターが2番手に上がってきた。先頭はリディル、リディル先頭です。今1着ゴール、スズジュピター2着。ご覧のようにリディルが一番人気に応えて勝ちました。飯田さん、この馬のマイルは非常にいいんですね。そうですね、未勝利、デイリー杯2歳ステークス、これを連勝した馬ですよね、はい。前走は、大阪杯、強敵相手でもありましたし、距離が2000ということもありましたけど、1600で、きっちり能力を出し切ったと思います。ただね、今日馬体が少し減って少し寂しく見えましたんでね、はい、今後の活躍を期待するためには少し体が戻ってほしい、そんな感じがしましたね。そうですか、はい。2着スージュピター、これはまあ直線、そうですね、先頭が58秒に少しティファニーケースが、早めのペースで引っ張ってくれましたんで、うまく、中段に折り合いました。少し直線外身に持ち出して、前年走あたりから、すごく状態良くなってますね、うん。そうですか、はい。新潟谷川岳ステークス11レースをご覧いただきました。新潟の成績でした。ではまだ一旦お知らせをご覧いただきましょう。さて、それでは今日の成績ですけれども、京都に参ります。京都は第1レースは4番人気のタガノルビコン、3、4番手から抜け出して勝ちました国分京介騎手。2レースは1番人気の1番ローマンレジェンドが先行競り勝ちました、岩田康成騎手です。3レース、ここも1番人気でした、11番ネオザミスティック、先行競り勝ちました、オーストラリアのウィリアムズ騎手です。4レース、ここもやはりウィリアムズ騎手騎乗、6番人気のイラボクビクトリーが先行競り勝ちました。5レースですが、牝馬3歳500万です。1番人気のカラフルデイズ直線抜け出して8戦2勝です、岩田康成騎手。6レース、1番人気のコロカムイが逃げ切りました、6戦2勝、小林哲也騎手です。さて7レースは大波乱でした。15番人気のルナフライト、混戦を切り抜けて2勝目を挙げました、浜中進騎手の手綱。2着3着も伏兵でご覧の高配当です。
では8レースは1200メートル追い込みの競馬になりました。ご覧いただきましょう。2頭並んでサトムロック、この3頭の間を狙ってブラーニーストーン、外から追い込んでくるタガノシビル、名将サバと追い込んでくる。さあ先頭は変わって8番サトムロック、サトムロック湘南喝采、名将サバと大外から光るジョディだ、大外から光るジョディがまとめてかわした。2番手は大接戦、先頭18番光るジョディゴールイン、2着は外よく伸びたアルーリングムーンが2着か。高上ね特別はご覧のように5番人気でした。光るジョディが追い込んでいます。短距離で追い込みの競馬になりましたね。そうですね、あのインコースの方でね、湘南喝采、里のロックが、ね、争っているところを大外から光るジョディ、はい、さらにこれを追うようにアルーリングムーン、まあ、あの光るジョディはね、まあ、芝戦で参戦してましたしね、うん、まあ、このクラスも勝ち上がってますから、はい、順当勝ちだと思います。そうです。それとアルーリングムーンはね、前走4コーナーで不利がありましたから、その鬱憤をここで少し晴らしたという形の2着だと思います。そうですか、はい。さあそれでは京都の結果、続いて9レースの舞鶴特別に参りましょう。ダートの 1800m でした。ここは東証フリークが逃げております。残り 200m で2番手エーシンマダムジー、ロングロー2番手3番手、外からドリームアライブス、メガロスマンダム並んで差を詰めるが4番手争いまで、先頭は2番の東証フリークだ。リードを2馬身取った東証フリークゴールイン、3連勝東証フリーク。2着争いは11番ロングロー、そして13番のエーシンマダムジー、2番の東証フリーク逃げ切りまして3連勝をマークいたしました。池添健一騎手の手綱です。2着3着とご覧の結果となっております。人気馬が上位を占めたこの9レース京都舞鶴特別でした。京都の結果、続いて10レースは錦ステークス 1600m ですが、これは差し比べになります。オリオンザドンペリ、ガンダーラ追い込んできた、さらに間を狙ってマルカベスト、さあ広がったブレイブファイト、わずかに先頭かブレイブファイト、そして外からガンダーラ並んでくる、ベストクルーズが間から、ベストクルーズ、ブレイブファイト、ガンダーラ、3頭の争いにドリームゼロワン加わってくるが、ブレイブファイト、ガンダーラ、ブレイブファイト、ガンダーラ、2頭の争いになった、ガンダーラがゴールイン、ガンダーラ、ブレイブファイト、ベストクルーズ、ドリームゼロワン、最後は4頭広がりました。2番人気でした連投のガンダーラ、前走勝って2連勝で、差し切りましたが5勝目の勝ち倉、和田隆司騎手の手綱でした。10レースご覧のように2着3着頭首と、これも接戦の競馬でした。京都の結果をざっとご覧いただきました。では春の天皇賞を、初めてものにいたしました藤田真嗣騎手の喜びの勝利騎手インタビューがあります。ご覧いただきましょう。藤田真嗣騎手です。本当におめでとうございました。どうもありがとうございました。この拍手を聞いて、まず今のお気持ちから聞かせてください。いや本当、まあ、僕のことよりね、本当この馬を G1 馬にできたっていうのが一番嬉しいです。はい。その悲願の G1 制覇へかける思い、まあ、数々の同世代がビッグタイトルを取る中で秘めたる思いがあったと思うんですが、そのあたりいかがだったでしょうか。そうですね、どこかできっかけ掴んでくれればと思ったんですけどね、まあ、僕の騎乗ミスもいろいろありましたし、まあ、なんとかねと、で前走ようやくね結果出したので、まあ、それにね引き続き状態もいいのでね、その勢いで今日もという思いで乗ってました。飯田さんはですね、はい、4歳世代のヒルノダムール、はい、まあ、4歳世代の中でもこの馬はちょっと一歩遅れてきたんですけどね。そうですね、一旦なんとかに、ね、追い抜かれたかなというところあったんですけどね、また盛り返したという感じですよね、はい、これで宝塚記念ですかね、使うのですか、使いはね楽しみになりますよね。あとね、同じ4歳世代でローズキングダム、ちょっと人気を裏切った感じになりますけど、はい、スタンド前でね手綱を引く振りがありましたよね。それと無法書面でね名村クレセントが行った時に少し折り合いを獲得はありました、はい、同じところで全くマイネルキッズもね少し折り合いをかけましたから、この馬が折り合いをかくほどのねちょっとスローのきついペースだったと思います。そうですか、やはり長い距離ですからちょっとリズムを崩すとダメージ大きいですね、はい、そういう意味ではインでじっと死んだふりしてたヒルノダムール、後ろの方でねじっと足を溜めていたエーシンの足、背足をフルに発揮できました。そうですね、はい。天皇賞藤田真嗣騎手の喜びのインタビュー、そして飯田さんの一言コメントをいただきました。